アトキンは17世紀前半に満州に起こった満州人の国家で真の前進。1588年までに女子の研修女子家を統一し満樹国を建てていた愛心隠らしのヌルハチは1593年に海西女直との戦争に入って勢力を拡大した。ヌルハチは1616 16年までにイエヘ部族を除く全女神を統一して この年半の位につき、天命の年号を立てて、建国を宣言した。ヌルハチはこの時国号を愛信国と定めたので、かつて12世紀にワンヤン・アグダの建てた金と区別してこの国をアトキンと呼ぶ。はじめ首都は1603年以来のヌルハチの居城、ヘトゥアラに置かれた。前後してヌルハチはエルデニラに命じて、満州文字を定め、さらに八規制という軍事。 社会組織を創始して国家の基礎を打ち立てた。1618年、アトキンは7大藩を掲げて民に対して拒兵した。両党の民の拠点を攻撃し、翌1619年にヘトアラに向けて派遣された民の大軍をサルフの戦いで破ると、家兵を併合し女神の完全統一を果たした。1621年には、 民の両党支配の拠点療陽都市に用を征服し、東、療陽東京城に移す。1625年、東、療陽からさらに市用に移した。この段階で、ヌルハチの勢力圏は、両養の東方全域に及んでいた。翌1626年、ヌルハチは大軍を率いて、両養を越え、山海間に向かったが、年延で、西洋式の大砲を要する。 円数官の軍に敗れた。その後間もなく、ヌルハチは死去した。ヌルハチの死後、後継者本体児は内モンゴルを平定し、朝鮮を服属させ、女子の民族名を満州に改めた。1632年には、大敗に命じて、満州文字を無権天文字から有権天文字に改良した。1636年に国号を大臣に改めた。 清は1644年に明滅亡後の中国に進出し、1911年の侵害革命に至るまで中国を支配したため、中国最後の統一王朝に数えられている。大層、ヌルハチ祖大層本体寺上記のほか、両用にヌルハチの一族を葬った東京寮がある。ありがとうございます。